皆さんこんにちは、エルダゲームチャンネルのエルダです。今回は虚構女児優れた弁舌の攻略を話していきたいと思います。ということで虚構女児について話していくわけなんですが、結構ね、姫子を持っていないと攻略の難易度が高めになっていたので、今回はある程度星5を持っている前提で話をしていきたいと思います。ちょっとね、最近始めた人だとなかなか難しいところかもしれないんですが、一定の星5キャラを使えばクリアができなくもないので、自分がクリアできた編成を解説していきたいと思います。それでは編成について解説したいと思います。画面でステータスを載せておくので、そちらを装備の参考として見てください。それではまず前半からです。で、前半はとにかく大事なところで、まあ、ルアン、ヘルタ、トパーズ、セツイとなります。まあ、アタッカーは全員追加攻撃持ちにしてますね。で、ヒーラーを今回は入れていません。前半に関してはとにかく追加攻撃で固定ダメージを狙う必要があります。というか、狙わないと圧倒的に火力が足りないっていうのが問題になってきますね。そのためヘルタ以外にも多くの追加攻撃ができる味方が必要です。では各キャラの採用理由について話していきたいと思います。ヘルタに関しては全体攻撃と追加攻撃による殲滅と固定ダメージ発動の蓄積要因となってます。特に後半のスペシャルの使いどころで邪魔な根っこを対処できるので、とても重要なキャラクターとなりますね。まあ、必須級です。で、続いてトパーズは全て追加攻撃みたいなキャラクターなので、姫子がいない場合トパーズ持ちなら採用はありだと思います。まあ、ダメージも高いんでね、バフとの相性がめちゃくちゃいいですね。また単体特化で火力が出るので、後半のボスを倒すのに非常に役に立ちます。バフと相性が良く、ヘルタの追加攻撃誘発できるのもいいところですね。ルアンは SP 管理とデバフ担当です。味方全体の火力とターン維持に貢献できるので本当強いです。特に節意の人生削りを援護できるので、追加攻撃の発動回数を稼げるのがとても相性がいいですね。最後に節意なんですが、実はこの編成で大事になるのが節意の追加攻撃となります。この枠を慶内君やトンゴキャラなどいろいろ採用はしてみたんですけど、まあ、手数が足りずに火力不足になるっていうことが多かったですね。そこで秒死で追加攻撃があり、敵の弱点撃破が狙えるキャラとして採用しています。意外と追加攻撃と属性無視の人生削りが強いですね。で、ウェーブ3では多くの秒死弱点が出るので、意外とアタッカー2人で削りきれない相手を補助できるのが便利なところでした。結構火力推しの編成ですが、しっかり育てていないと全滅しやすくなっています。育成が進んでいるならおすすめの編成というところですね。またトパーズ枠に関してですが、慶内君の採用もありです。必殺技の全体攻撃とか特に強いですからね。ただその場合、良くても3万5000としか取れなかったので、星5の炎アタッカーには劣るかなという感じでした。続いては後半の編成です。ポホ、クラーラ、花火、低運となります。後半は追加攻撃も重ねて固定ダメージを狙っていくっていう感じです。どうしてもウェーブ2でターンがなくなってしまうので、後半を楽にする必要があるというところでした。そもそも軽減とかいないと雷弱点に対して強くいけないんですよね。しかも他の雷キャラだと追加攻撃持ちがいないですからね。後半のボスでは前倒しがあるので後手に回りやすいっていうのも理由です。この点を考えると、クラーラを固定で考える方がかなり楽だなっていうのがあります。まあ、こちらも追加攻撃とカウンターを利用したゴリ押し編成となります。では、各キャラの採用理由についても話していきたいと思います。ポホは EP 回復と火力アップです。また、後半は後手に回ってターンが来ないので、スキル回復の安定感が狙えます。クラーラはメインアタッカーですが、カウンターによる追加攻撃とターン節約になります。固定バフとも相性が良く火力が高くなるので、敵のターンが攻撃になるのが本当に強いですね。ただし、異物に関しては、宝命がおすすめです。チャンピオンでない方がいいですね。で、火力、耐久ともにこちらの方が安定していました。で、自分の場合、チャンピオンを事前に厳選していたんですが、ちょっとクリア率は低かったですね。なので方面の方が高かったように感じます。続いては花火です。バフと回転率アップの要因ですね。この編成なんですけど、意外と SP 消費が激しいので、
花火で補助してあげるというのがかなり大事でした。まあ、花火以外の調和でもいいんだけど、思ったより SP 枯渇が発生してクララの必殺技が狙いづらかったっていうのがありましたので、まあ今来てる花火をね使うのがありなんじゃないかなと思います。最後は低運です。バフと EP 回復担当ですね。クララの必殺技がこの編成は大事なので、 EP 回復できる低運はかなり相性がいいです。後半はとにかく火力を盛りまくってクララの必殺技を回していく編成にしてます。ヒーラーは他のキャラでもありかなと思いますが、まあ、EP 回復がね思ったよりもクララと相性がいいので、ポポ持ちなら後半で採用したいというところです。まあ、最後に装備するバフに関してはどちらもおべっかで大丈夫です。追加攻撃を中心によだめが上がりますからね、これ一択というところです。それでは編成の紹介もできましたので、実戦で気をつけたい話をしていきたいと思います。それではまず前半戦について話していきたいと思います。戦闘前の日々についてなんですが、殺意は使わずヘルタで攻撃するようにしてください。これに関しては弱点属性を狙うためですね。でダメージ稼ぎになります。で試合が始まったらウェーブ1と2はなるべく5体まとめて処理ができるように必殺技を狙う方がいいですね。まとめて処理するのが大事です。でウェーブ2まではオードでも回せるので、ウェーブ3まで任せるのは全然ありかなと思ってますね。まあ実際育ててれば強いんで、あまり気にしなくてもよかったっていうところです。結構ねこんな感じでサクサクと敵を潰すことができます。で設定もね意外と発動できるんでね、ありがたいですよね。まあ味方の人生削りで持っていけるのがでかいんだよね。結構強いですよね。で一番いいのがもう必殺技で人生削り 1m ぐらいのをがっつり持っていけるので、そこも相性が良かったです。あ、これでウェーブ2が終わりと。で1回分持ち越しだね。はい、ではウェーブ3に入ったらカウンター持ちと行動制限デバフを持ってる根っこに気をつけながら攻撃をしていきます。この根っこの対策が大事です。ヒーラーがいないので少しでも HP を温存しながら戦うのが大事です。また行動制限デバフ持ちに関してはウェーブ3の開始に1体と入れ替えの13体目から4体湧きします。そう入れ替えだと3回すると全員変わるなっていうところですね。まあ、その3回目を意識するといいかなと思います。弱点がこちらの根っこに関しては氷と量子なので、ヘルタと摂理がうまく動けるといいかなと思いますね。まあ、現在ガンガン削ってますが、なるべく HP をコントロールしながらっていうところです。ね、カウンター3体持たれるとねどうしようもなくなるんで、まあ、一発で削れるような意識してます。だからここあえて通常攻撃してますね。でトパーズも真ん中を狙いしてます。で装備バフの発動をしてっていうところですね。でこれで装備入れ替えが発表しました。で4体いるんだけどとりあえず削り切るのが大事です。ここできれば1体に絞りたいね。まあ、この辺りは運なところもあります。え、強いのがこれでね一発で弱点撃破できるんだよね。これがほんと強い。でカウンター持ちの敵も出てくるんですけど、カウンター持ちに関してはトパーズで削っていくっていうのが非常に大事です。追加攻撃の発動で全体攻撃を狙うときと、あとはカウンターをもらわないためっていうのがありますね。とりあえずヘルタにつなげるっていうのが重要です。でここで一気に削ってっていうのもできますね。こうなると一番いい流れだなっていうところです。で節位は足止めを意識して使用するのがいいです。管理はしやすくなりますね。で今回紹介したこちらの編成なんですけど、結構ね手動でやってもギリギリなところなので、まあ育成とかほんと減点は必要な難しい難易度だったなというところです。まあ難しいですね。
でもね、結構節水入れてから1、2回目ぐらいで4万点叩き出せれたかな。まあそれぐらい使い方を抑えれば相性のいい編成だったなと思います。まあ、ここら辺まで来るとね、もうちょいで終わるんだけどね、うまくいくのかっていうちょっと怪しいところだったんだけど、なんかトパーズのダメージも高いのと、追加のこのバフが発動するのとめちゃくちゃ相性が良かったですね。でヘルタもちょうどスペシャル溜まってたんで、ここで必殺技使ってっていうところかな。で勝ちとなります。無事4万と、まあほんとギリギリっていうところです。では後半に行きたいと思います。後半に関してはクラーラの EP とバフを管理しながら戦っていくっていうのが大事です。でこちらの編成は全員秘技の発動で、最後クラーラの攻撃で戦闘を始めます。でクラーラの必殺技の発動回数が全体の殲滅力になりますので、惜しまず使うっていうのが大事です。でウェーブ1は普通にプレイして倒していく感じですね。ただなるべくクラーラの必殺技を先に発動するっていう感じです。はい、クラーラに関してなんですけど、まあ、ガンガンスキルとかも使ってもらった方がいいですね。でフォに関してなんですが、なるべく EP 回したいのもあるんだけど、 SP の消費を抑えたいっていうのもあるので、余裕がある時にスキルを発動しておきます。まあ、結構ね、敵のターン攻撃受けてクラーラカウンターするので、ターンが回ってこなくなるので、こんな感じで、ダメージ食らってカウンターしながら追加攻撃狙ってピサタと回してっていう感じになります。ずーっとね、俺のターンみたいな感じでクラーラが動いてくれるんで、意外とポポの回復するタイミングは大事だったりしますね。で、手運でバフは必ずかけてカウンターを狙っていきます。ここは今ね、 SP がねあまりなかったんで、どうしようかなみたいな感じなんだけど、花火がちょうど必殺技回ってきたんで、まあ無事通常攻撃できるって感じだね。でここはしっかりと使っていきます。で大体ターンの始め、ウェーブの始めとかに必殺技が使えるのが、まあベストっちゃベストかなというところですね。ここで使えるかどうかで、あのカウンターというか殲滅の度合いが変わります。そのコントロールする上ではホホとかテイルの EP 回数っていうのはすごく大事なので、うまく活用したいですね。使いどこも大事な気はします。今テイルどうしようかなみたいな、まあここを EP 稼ぎたいんでクラーラに出てますね。あのこれするだけで3万出るんだよね、ほんとえぐい。でウェーブ2に関してはちょっと EP 管理が難しくなりますので、クラーラで殴ることっていうのも意識していきましょう。どうしてもねテレビの敵キャラがいると難しいかなというところです。で頬の回復のタイミングなんですけど、詳しく言うと次のウェーブに移るタイミング、だから今ギリギリ2ウェーブ目が後半ですよね。このタイミングで使うのが一番いいです。で特にウェーブ3に入る前は前倒しが重なることがあるので、前もって準備をしておくっていうのがいいんですよね。なのでここで回復を準備できてるのはかなりいい状況と言えます。ここまで来ればあとはクラーラで殲滅するだけになりますね。で後半はクラーラの育成で大きく結果が変わるので、なるべくレベル80にしたりサルソットの状況を満たしたり妥協しないようにしていきましょう。ではね、残りもありますのでちょっと見ながらという感じですが、結構ねもうクラーラ頼りというか大事ですね。で必ずクラーラに攻撃が当たるわけではないので、必殺技発動してカウンターで追加攻撃して装備バフ発動しながらっていう、これの繰り返しになるかな。あの意外とねクラーラの順番を花火で上げるのも大事だったりします。うん、SP 見てもらうと分かるかなと思うんだけど、あのこれだけ全員スキルをねガンガン使っていくので、 SP はギリギリです。ここがいかにスキルを使わないようにするかみたいな感じだね。でここは保険で今かけてます。
まあ、使わなくても全然大丈夫かなっていうところなんだけど、ポポの必殺技を使いたいなっていうのがあったので、あえて使ったのもありますね。まあ残り半分ぐらいあるんでね、まだまだダメージ受ける前提でやってます。はい、でここバフまたつけて、全体こういう膨らんでポポがたまります。で、EP 必殺技使って低運が上がって、低運からクラーラ、この流れだけでもクラーラの必殺技が使えるようになるんで、結構相性いいんですよね。しかも火力も上がってるのでめちゃくちゃいいです。カウンターがね、うまくいけば今みたいな感じで余計ダメージ発動するんでね、めちゃくちゃいいですよね。ただこれ今回に関してなんですけど、結構味方の低運が攻撃を受けてたので、なかなかね、ターン数が抑えれないっていう感じでした。まあ場合によってはね、結構一旦あまりで倒せるぐらいでもあったので、まあ、後半のクラーラの安定感はすごいなというところです。という感じで、虚構女児優れた弁舌4攻略は以上となります。装備バフの関係もあって、過去一番の難易度というところでしたね。まあ、クリアするにはそれなりにキャラクターを所持していないと厳しいかなと正直思います。ただ、6万点を狙うというところで考えると、前半はトパーズを経内風にしてもいけるというのがありますね。で、後半は持続パーティーでも達成が可能です。意外とご利用しはできました。ただ、今回に関して言うと、8万点を達成するなら、結構難易度が高いっていうところがありますので、もし同じキャラを所持しているなら、試してもらえればと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。